分部光義は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。伊勢国上野藩初代藩主。官位は、15位下、左京介。天文21年、北伊勢に勢力を持つ長野氏の一族、細野藤光の次男として誕生。同じ長野一族の分部氏当主、光孝に実子がなかったため、その養子として、後を継ぐこととなった。永禄11年に、織田信長が伊勢に侵攻してくると、兄、細野藤敦氏と違って、和睦を主張した。藤敦氏は、光義の反対を押し切り矢野津城にこもり、防戦しようとしたが、織田家に内応して、織田信兼に、長野氏の後を継がせるべく画策していた光義は、主君、長野宮藤に、藤敦氏が織田家に寝返ったと讒言して、宮藤に、藤敦氏を攻めさせた。藤敦氏はやむなく、これを撃退し、永禄12年、藤敦氏、光義らは、宮藤を追放して、信兼を長野氏の当主に迎え入れた。元亀元年、信兼の指示により、阿能津城の仮城として、伊勢上野城を築城した。完成した阿能津城に、信兼が移った後は、上野城は阿能津城の出城となったがその後も光義は伊勢上野城主として、信兼に仕えた。文禄3年、信兼が豊臣秀吉によって改易されたが、光義は豊臣家の直参となり、伊勢上野城1万石を領した。慶長2年、15位下、左京介に任じられ、豊臣勢を賜る。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、徳川家康の会津征伐に従軍したが、西軍挙兵の報を受け急ぎ帰国し、上野城を放棄し、手勢を率いて、富田信孝の阿能津城に入城し、共に守備した。8月24日に行われた阿能津城の戦いでは、総勢3万の西軍に対して、阿能津城に籠城する東軍はわずか1700という劣勢だったが、白方は奮闘した。光義は毛利家臣の宍戸基次と一騎打ちをし、双方重傷を負ったと伝わる。しかし、本丸以外を占拠され、戦いを継続するのは困難であったため、木喰養護が仲介となって、西軍と和平し、阿能津城は開城した。光義と富田は一神殿の専修寺へ退き、富田は剃髪して高野山に登った。戦後、その功により2万石に加増されたが、翌慶長6年11月29日、阿能津城の戦いの際に受けた脇腹の傷が元で死去した。享年50。ありがとうございます。